フィールドキャスターをご覧の皆さん、はじめまして、花村明日香です。今までの中で今が一番インパクト、なんかもう、結構私っていう個性がやっと少しずつこう、色が出てきたりしてき始めたので、なんかそうですね、まあその髪を切って、体作りをして、ちょっと、 だいぶ変わった見た目とそれに合ったすごく本当に個性もあって可愛らしいヴィンテージの衣装どれも可愛いので変わった私とその衣装にちょっと注目して見ていただけたらと思います私もともとそのすごい自然豊かな場所が好きなのでなんかすごい。 地元も、空にもそういう環境だったので、なんか懐かしい気持ちになって、う山、かも川は結構、ずっとキャッキャッキャッキャしてて、あの、楽しかったんですけど、海側に行ったら、なんか虫が多くてですね、私、虫が、あの、音のある虫が嫌いなんですよ。ブーンとかって。怪獣じゃないですけど、うわー みたいな,なんかあの腹の底からいぐるような声が出てなんかよちょっともう女の子らしい「いやー!」とかじゃなくて <laughs> 本当に <laughs> あにごっつい声が出ましたね。<laughs> <laughs> まあ去年一昨年まあ2年間うんなんかこの仕事を続けられるかなとかなんか自分って結局どうありたいんだろうって でもやっぱ変わんなきゃダメだなって思って、まあ、そのいろいろ葛藤した時に聴いた一曲その私が昔から聴いてるその琴音さんっていう方のまさに「進化論」っていうそのままのタイトルの歌があってその歌詞が本当に自分そのものを書かれてるような歌詞で。 弱いけど強いみたいな感じなんですよ。その不思議でバランスが。でもすごくその感じも自分みたいで、自分はこういう風うにありたいとか、こういうことが好きでこういうことは嫌だとか、そういう自分の中でにやっと見つけれた価値とかを、なんかこう、すごく、なんだろうな、リンクして、なんかビーズ素材の水着で、あの、 苔が生い茂ってる岩場に寝そべってるやつなんですけどその写真はその自分が鍛え上げた体の理想のライン通りになってくれた瞬間があってそこの岩場に寝そべってるところの写真とあと縦にストライプにいろんな色のあのが組み合わさった衣装があるんですけどそれも すごく私が一番好きな衣装でもあって、で、スタイリストさんからも、この衣装入った人いない、いなかったって言われた時に、なんかやっぱ嬉しくって、やっぱ鍛えて絞ったからこそ着れた、だなってこう、よりなんか頑張ってきた回を感じて、なんか自分だから着れた服って言われるとやっぱり嬉しいんですよね。だからなんかそういうのを、 あの、すごく、スタイリストさんの用意してくださったお洋服が、いくつかそういうものがあって、すごく、こう、本当に3年間、4年間、ボディメイク頑張ってきた自分が救われるような衣装がたくさんあったので、自分がなんでこう一緒できてるかわからないような方たちが、並んでいらして、あとやっぱその作品自体がテーマが、なかなかこう、シビアというか、 あの地上波でやるにはなかなかこう攻めたものだったのでなんかそういう作品の重さとかちょっとあとその自分の役がどう絡むかっていうプレッシャーがすごくあってやってる最中はなんかこう楽しいというよりかは なんかずっと正解がわからなくて苦しかったというか、もちろんやりがいを感じながら苦しかったんですけど、大根さんは本当に一分もなんか妥協することなく、何テイクも向き合ってくださって、なんかすごく初めてその時に、あなんかこう、こんな新人、新人というか、たいまだ、 なんか役者として立派じゃない私にもこんな向き合ってくださってなんかそのお姉さんの姿を見た時に初めてその時だけあ自分って今女優さんなんなだと思いました今回3月18日にセカンド写真集「進化論」というタイトルで写真集を発売させていただくことになりました。 で当日3月18日私の誕生日なんですけれどもその日に皆様に会える、えっと、イベントを開催する予定もありますので楽しみに待ってますとそして、まあ、今回の写真集「進化論」というのは新しく変わった自分で初めてその一冊にしていただいたすごく貴重で自分の中では。 再スタートでもある、本当に大事な一冊になった写真集ですので、ぜひお手に取ってご覧ください。